ホーム改札口トネリ駅は東京都足立区トネリ一丁目にある東京都交通局日暮里トネリライナーの駅である。難読駅として知られている。駅番号は NT12。建設時の仮称もトネリ駅だったが正式な駅名を決めるにあたって公募が行われた。その結果1位は720票の足立入屋駅で2位のトネリ駅は254票と 圧倒的な差をつけられた。入谷とは、当駅の西側の地名で、古くからある名前であり、首都高速川口線の出入口名にもなっている。しかし、駅所在地がトネリ一丁目であることなどから、足立区は、過小通りのトネリ駅を推薦順位第一位とし、2006年11月13日に正式決定した。同じく公募結果に大差があって、 名称変更された西新井大師西駅とは対照的である。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。2020年度の1日平均乗降人員は7174人である。日暮里、舎人ライナー13駅中、第9位。開業以来の1日平均乗降、乗車人員推移は、下表の通りである。最寄り停留所は、舎人駅。 入り屋1丁目、中入リ屋となる。以下の路線が乗り入れ、国際工業、東部バスセントラル、東京都交通局により運行されている。ありがとうございます。